どうも皆さん、コンキキ、今日もアニメレビューの時間だよ。大雨が降ったり、お天気模様が悪かったり、梅雨って感じになってきましたよね。でも、今年の梅雨は短そうだね。あっという間に夏になりそうだよ。今年の夏も、どうせ猛暑なんやろ？おうよ、平年より温度は高いし、湿度も高いみたいだよ。最悪や。そんなわけで、今日のレビューはこちら。転生したら第7王子だったので、気ままに魔術を極めますだよ。はい、なろうですね。タイトルからもわかる通り、小説家になろうで連載してた作品が原作だね。もう、なろう系には期待すらしてへんぞ。その原因は、多くのなろう系原作アニメが適当な作画で作られてることもあると思うんだ。ついこないだも、ひどい作画のアニメのレビューしとったけど、あれもなろう原作やったもんな。あくまで感覚的にだけど、3割のなろう原作アニメの作画は普通で、6割くらいはひどいって感じだね。残り1割が無色転生とかやな。あのクラスのなろう原作アニメがなかなか出てこないから、なろう原作アニメの印象も全体的に悪くなるんよ。制作側の予算やスケジュールの問題もあるのかもしれないけど、原作に対しての思い入れや愛情もなく、面白くしようという気概を感じない作品も多いんだよね。まあ、アニメ制作はあくまで仕事と割り切って淡々とやってる人も多いんやろうな。だけど、この作品は違うんだ。まさかの残り1割。ストーリー的には新鮮さという意味では薄いんだ。この世界は、魔術が存在する世界なんだけど、血筋や才能が、魔術の力にも作用してるんだ。血統が全てなんか。前世の主人公は庶民だったんだ。それゆえにいくら学び、いくら努力しても、貴族の魔術師に笑われるくらいの魔術しか使えなかった。かわいそう。そんな彼が死んだ後、貴族として転生するんだ。しかも、王子、7番目の第7王子ではあるんだけど、血統としては最高とも言える。親ガチャ成功ってわけやな。そんな彼が、前世で得た知識を、才能を得た体で試していきながら、新たな魔術や知識を得て、どんどん強くなりつつ、現れる魔人や魔族を、俺杖でバッタバッタしていくんだ。ものすごい分かりやすいゆえにシンプルやな。レベルみたいなものもないし、ステータス要素は一応、ギルドで測ったりもできるみたいなんだけど、そういう数値の要素は、人間側ではほとんど出てこないんだ。逆に人間以外にはあるん。魔人は等級が分かれてたりするんだけど、それくらいだね。おお、なんか、なろうらしい要素はありつつも、そこら辺は安易に出してへんのやな。転生といっても、同じ世界の中でですし、ちょっと、いつものなろうとは趣がちゃうな。ストーリーは、序盤から、中盤はサクサク進むんだけど、終盤は、ちょっとテンポが落ちて、グダグダしちゃったのが、もったいなくはあるんだ。そこは、ちょっと気になるんやな。名作とか泣けるってストーリーではないんだけど、基本的に、嫌悪感を抱くようなキャラが少ないんだよね。ほう、主人公が第7王子なら、権力争いとかそういうのもありそうやけど。ないんだよ。他の兄弟も出てくるんだけど、基本的に悪い人ではないし、権力争いな、トラドロ状態とかでもない。平和や。なろう系作品だと大体、明け馬のような人間のキャラが出てきて、主人公を舐めた結果、追放されるみたいなこともあるけど、そういうこともないんだ。なんか、それで面白くなるんかって不安はありますよ。こちらが主人公です。かわいい、女の子。男の子だよ。はあ、明らかに女の子みたいな、ボディラインしとるやんけ。いや、これ、性別的には男の子ではあるんだ。王子やもんな。でも、キャラクターデザインが明らかに、女性的な肉体的特徴が出ちゃってるんだよね。あかん、初手のはずなのに女の子みたいでって、頭が混乱する。原作のイラストは、少年って感じなんだけど、コミカライズの方のイラストは、こういう感じなんだよね。なるほど、コミカライズ準拠ってことですか。ロリショタというか、ショタロリというか、とにかく一回見たら、絶対に記憶残る、キャラクターデザインではあるんだ。こんな可愛い子が無双するんか。女性キャラのデザインもしっかりしてて、定期的にお風呂だったり、戦闘シーンで洋服が破けちゃうサービスシーンもしっかりとあるんだ。ツボは押さえとるんやな。でも、そんな女性キャラが迫ってきても、主人公は、一切興味がないんだ。彼の欲望は、魔術を探求することのみ。その欲望ゆえに転生してますもんね。そのためならば、たとえ危険なことでも、もう、一度命を失っても構わないと思ってるんだ。城の奥深くに金書が眠ってると聞けば、あっさりと忍び込んじゃって、封印されてる危険な魔人も解き放っちゃう。くさ、やりたい放題やんけ。魔人の持つ古代魔術、そんな魔術を見たい、知りたい、使いたい、1話だけじゃなく1クール、基本的にこの調子なんだ。魔術ジャンキーというか、魔術サイコパスというか。でも、前世で培った知識と、第7王子という血統のせいもあって、すでに、主人公は、規格外のチートとも言える、力を持ってるんだ。なろうらしくなってきたな。封印を解かれた魔人は、主人公を攻撃するんだけど、そんな攻撃では、主人公はびくともしない。ロリショタな主人公が、ニヤニヤとしながら、顔を赤らめ、汗を垂らし、痛みを味わっても、魔術への探求心を止めることができないんだ。うわぁ、生意気そうな表情しとるわ。そんな探求心は止まらないんだ。魔術の探求のために城を飛び出してダンジョンに行くし、新しい技術や知識を取り込みまくって、彼はどんどんと強くなっていくんだ。
戸建てさえチートなのに。魔人を配下にして、魔人の知識を吸収して、武道家からは、気の使い方を学んで、魔術と融合させちゃう。なんでもありやんけ。でも、彼は、自らの強さに満足してないんだ。ただでさえ強い主人公が、より強さを求め強くなっていく、その過程を楽しむ作品でもあるんだ。レベル上限突破して、さらにステータスもマックスにして、スキルも全部取得したみたいな感じなんやな。魔術を使えば、確かに最強なんだけど、格闘術や肉弾戦だと、主人公よりも、主人公を抱えのメイドの方が、強かったりするんだよね。メイドもチートなんか。一応、自らの能力は、メイドや親類には隠してはいるんだけど、自重はしないし、魔道具とかも作りまくって、配りまくる。放っておいたら、ヤバそうなタイプやな。でも、魔道具の生成も 100% 成功するわけじゃないんだ。普通は1割くらいの成功率みたいなんだけど、彼の場合は5割くらい。なるほど、チートではあるんやけど、100% じゃないってのは早いですね。この当たりの見せ方は、うまい感じだね。強敵が出てきても、本気を出せば秒殺できるんだけど、彼の場合は、探求することが目的だから、新しい技術を試したり、あえて、敵の攻撃を受けて解析する展開があるんだ。だからこそ、戦闘シーンに歯応えが生まれてるんやな。本気を出せば勝てる。でも、探求したいから本気を出せない。このさじ加減が、序盤から中盤は上手くて、サクサクとしたストーリーと相まって、爽快感も生まれてるんだ。ええやん。本気を出した主人公の強さは凄まじくて、その強さをアニメーションできちんと表現してるんだ。お、それが最初に言ってたやつやな。CG とかも織り交ぜながら、ダイナミックなカメラアングルと、ケレンミすら感じさせるアクションの数々は、ちょっと頭一つ飛び抜けてるんだよね。そこまで？鬼滅の刃や呪術廻戦、そのクラスにまでは至ってないんだけど、そこの領域に近づくようなレベルの作画と、演出、カメラアングルが、この作品にはあるんだ。なんか、めっちゃ気になってきたんやけど。エフェクトなんかは、結構特徴があってさ、他のアニメではあんまり見ないような雰囲気のエフェクトも多くて、制作会社のらしさみたいなのがすでに出てきてる。制作はどこなん？つむぎや北アニメラボってところで、基本的には元受けをしないでグロスとかやってたんだけど、2024年に入ってからこの作品を含めて2本も元受けをしてるんだ。おお、なんか急に出てきた感じの会社やな。いろいろな制作会社の手伝いをしてるような会社って感じなんだ。プロダクション、IG、JC スタッフ、プロジェクトナンバー9、スタジオコメット、さらには、UFO、テーブルの作画や仕上げに参加してる。有名どころばっかやんけ、優秀なサブキャラが成長して、メインキャラになったような感じや。そんな制作会社が元受けで制作してるからこそ、気合を入れてアニメーションを手掛けてるんだ。気合が入ってるってことやな。キャラクターデザインもコロコロと変わってさ、戦闘中でも、ギャグ的なキャラデザインに変わったりして、このあたりは、好みが分かれるところではあるんだけど、メリハリのある戦闘シーンが描かれてるんだ。戦闘中にギャグやるのは鬼滅の刃とかもそうやけど、好み分かれるもんな。そういうキャラデザの変化とかも流れるように描いてるし、それがサクサクとしたテンポで描かれてて、シンプルにアニメーションという表現が見ていて気持ちいい作品なんだ。まさか、奈良OK原作アニメでここまでアニメーション部分を褒めるとは。好みは分かれるんだけどね、奈良らしい余烈栄要素もあるし、イキリと言えるような要素もある。でも、イキリっていうか主人公のキャラデザ的にクソガキ感って感じがすごいな。そのクソガキ感の原因でもあるキャラデザも好みが分かれるところなんだけど、1話が楽しめれば最終話までサクサク見れちゃう面白さがあるんだ。お手軽にストーリーを楽しみつつ、アニメーションという表現に浸れるわけやな。ただ、終盤のストーリーはちょっとテンポが悪くてさ、1クール目のボスとも言える存在を倒すのに4話くらいかかってるんだよね。めっちゃ時間かけとる。敵の魔術を解析するためってのもあるし、それくらい強敵でアニメーションもグリグリと動いてていいんだけど、一方その頃的に仲間が戦ってるシーンとかも挟まるし、ちょっと終盤はテンポが落ちた印象があるんだ。そこ以外は好みという部分以外の欠点が少ない作品なんやな。2期も決定してるし、2期ではどんなアニメーションを見せてくれるのか気になるところだね。つむぎや北アニメラボが今後どんなアニメを制作するのかも気になるところやな。ではまた次回。じゃん。